はい、皆さんこんにちは。今順実践経営大学の藤井です。今日も実践経営大学で学んでいきましょう。今日はですね、深田恭子さん、それから大坂なみさん、立て続きにですね、心の病でお休みになると、ちょっとびっくりしましたけどね。ということで、考える社員の関わり方、こんなお話をしたいと思います。まずね、ストレスってね、誰でもあるんですね。これ前ね、ちょっと違う YouTube でさらっとだけねお話したことありますけども、心や体にかかる、ね、外部からの刺激を、まあ、ストレッサー、こんな風に言います、まあ、ストレス要因って言いますね。そしてストレッサーに適応しようとして、心とか体が生じるさまざまな反応をストレス反応って言います。でこれがね、じゃあ悪いものかっていうとそうでもなくて、もともとですね、原始時代の命から守るときに、まあ、マンモスみたいなのがいたりとか、いろんな方がいました。その時にね、当然ストレス感じるわけですね。そうそう、逃げるか戦うかっていう時にね、やっぱアドレナリンが分布されて、まあ、心拍数が上がって緊張状況になると、いうことですね。ということで、ストレスというのは悪いばかりじゃなくて、命を守るための防衛反応だと言われています。で、防衛反応はということになりますけども、例えばね、人とね、つながってね、気づこうとするとかね、まあ、利他的になるとか、逆にね、挑戦したりとか学ぶ、成長するといったようなチャレンジ反応になったりして、プラスの面も結構あるんだなということですね。ところがね、現在はものすごくストレスがあります。で、どんなストレスがあるかということなんですね。まあ、いろんな調査で多少違うんですね。でも項目はほぼ一緒ですね。こちらにあるような、これ2021年2月にのですね、調査結果、モバイル、ねのね、調査、結果ですね。仕事をしている男女ということなんですけども、まあ、職場に、ね、苦手な人がいる、まあ、大体ね、辞める要因っていうのもやっぱり合わない人がいるっていうことね、結構多いです。でそれから仕事の、ね、量に、給与見合わないっていうことですね。それから仕事量、まあ、少し前はね、この長時間労働がものすごく多かったです。まあ、最近だいぶ改善されましたね。まあ、さらにね、これ今職場なんですけども、プライベートになるとね、奥様、それからね、旦那さんが死んだりとかね、そんなこととかもいろんなね、ことがストレスの要因になってます。そしてですね、ストレスと幸福の関係なんですけど、実はですね、ちょっと意外かもしれませんけども、ストレスを感じた、経験量が少ない人はあまり幸せないんですよ。だからストレスを感じた方が、ね、まあ、適度であればいいってことですね。でストレスを感じた量、経験量が多い人と人生に大きな意義とかやりがいのある人生を送っていると、こんな、ことが言われています。でストレスを感じた時、私たちね、勇気と人をつながり、人間の成長というね、人間ならではの、まあ、底力を自分の中で、呼び、覚まされると、こんなことも言われています。まあ、でもね、深田恭子さんだとか大坂なみ、なみさんみたいにね、もう休まなきゃいけないぐらいになってしまうケースもあります。じゃあどう対処したらいいかってことなんですけどね、自分にとって、まあ、中程度とか、まあ、弱い程度、ね、は力に変えるという、こんな発想が大事ですね。でものすごい強度が来たら、これはもう回避しちゃうっていうことが必要ですね。ですからひょっとしたらね、まあ、世界大会で優勝するぐらいのもう世界的な選手ですから、大坂なおみさんもね、すごいプレッシャーなんかあったと思います。でスポンサーからね、やっぱ期待もあるでしょうし、ファンからも期待もあるでしょう。となるとね、やっぱりかなり強いストレスだったかもしれません。ちょっと私たちが考えられないぐらいのストレスだったかもしれない。これは深田恭子さんも同じですね。ずっと トップスターでね、なかなか競争が激しい中ね、まあアイドルで出ても消えてる方がいる中ね、もうすぐ40歳ですか、でも頑張られてるって中でストレスもあったんじゃないかなというふうに思います。じゃあね、心の病の主な種類についてちょっと確認してみたいと思います。どっかで聞いたことあると思いますけども、総合失調症、これ何かっていうとね、まあ 0.7% ぐらいの方が障害有病率を持ってると言われてますけども、まあ、幻覚、妄想、感情障害、無気力ということで、治療としては投薬、それから入院、カウンセリング、環境改善と、これを言ってます。これはうつですね、うつ病、障害有病率が大体 3% と 7%、まあ、このぐらいの方がいらっしゃるんですね。だから100人いたら3人から7人の方はいらっしゃるということですね。で症状は憂鬱、無気力、著しい集中力の低下、情緒不安定、それから睡眠障害、食欲低下、体重減少、嫌悪感、涙もろい、ね、等々いろいろね、あります。投薬だとかね、入院だとか、カウンセリング、環境調整って言うんですけども、大坂なみさんのね、発言だとか、まあ、落ち着いた時もありますけどね、中にはね、ラケットを
まあ、壊してしまってスポンサーメーカーからねちょっとあの苦言を呈されるとか、まあ、ちょっとね激しい、そううつのとこがあるんじゃないかなとか分かりませんけどね、感じはします。そして深田恭子さんは適応障害っていうこういうですね、発表がありました。こちらに関してはねちょっとね、まあ、ググってみるとこの飯田橋メンタルクリニックなんかうちの近くで行ってみようかなと思うんですけども、実はうつ状態の中でも適応障害はと違うっていうことがこのホームページに詳しく書いてありましたね。でこちらはですね、まあ、うつっていうのはある意味脳の方も関係あるんですけども適応障害は周囲との圧力で心が折れてうつ状態になるというふうに少しね違うんですね。そしてちょっと一覧表なんかも同クリニックのですねホームページに載ってますけども引き金は必ずあるんです。適応障害ねストレスからですね発症してストレスから離れるとすぐに良くなる。ですからひょっとしたらね深田さんすぐ出てくる可能性ありますね。それからうつ状態の最中でも楽しいことがあると楽しめる、特に目立つ病前性格はないということで薬はあまり効かないですね。逆にうつ病の方は薬がよく効くので、というのはここに発症の引き金がないことが多くてこれ原因がわからないことも多くて、そしてですね慢性的なストレスに悩まされた後にですね発症することがあると、ストレスから離れてもねすぐに良くならない、一旦うつ状態が始まると楽しいことがあっても楽しめないですね、とうとうありますのでこれ薬でっていうような対処方法もあると。ちょっと私もねあまりね自分自身がそうじゃないんで実感を持ってはねお話します。それからこれもねあります、パニック障害、これも聞いたことあると思いますね。これも 9.2% の方があると言われてます。パニック状態になって予期が不安ね、広いところが恐怖になっちゃうと、これも投薬だとかカウンセリング行動治療ですね。それから双極性障害ですね、これも障害率 2% から 3% ですね。これもうちょっと盲信になっちゃってどん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 ねイケイケになっちゃって、万能感があって、軽い興奮状態、まあ、ちょっと大きなこと言ったり支離滅裂だということですね、こちらも投薬入院カウンセリングと。それから強迫症障害と、これちょっとねあんまり私も聞き慣れない言葉ですけども、これも障害有病率が 1% か 2%、 脅迫観念があったり脅迫行為したりとかね、これはもう投薬でのカウンセリングと、こんな風に言われてます。まあいずれにしてもねこれここで何が大事かっていうと、それぞれ 1% か 2%、 それから中には 9% パニック障害、私のね前職の、同じメンバーにも言いました。パニック障害ってね診断された、あるいはうつ病だと 3% か 7% というように必ず一定数がいるわけですね。ですから自分がそうでないとしても自分の職場のメンバーはそういう方がいるってことを前提としないと、まあね適切なケアができないと、こんなふうに思います。で、心身上の心理的なねストレスの発症は仕事人間関係、さっき出てましたねアンケート結果 でストレッサーが解消すれば感知します。ところが内因性、これは脳に関係ある話なんですけどね、こちらは遺伝だとか気質等も関係ありますんでなかなかですね簡単には治りません。感知しないので、まあ、寛解っていうんですけど目指して生活の範囲を広げるとかいうような、まあ、付き合いながら、まあ、生活するということになります。そしてうつ病とですね心の病の予防ケアってどうしたらいいかってことなんですけどね、まずね否定的な思考の連鎖で脳が低下した状態がこれうつっていきます。そうした時にね、脳内の、ね、伝達物質のセロトニンだとかノルアドレナリンが分布が不足します。そして過度な労働だからあんまりに働きすぎちゃいけないんですよ。それからプレッシャー、急速な環境変化、人間関係の問題、劣悪な生活環境、こんなことが影響しますから、こんな症状があったらちょっと働きすぎてるかなとかね、ものすごいプレッシャーだなと思ったらね、少しね普段からどういうストレスだよね、どの程度ストレスになるかをね自分自身のことを考えなきゃいけないし、自分のところのね一緒に働いているメンバーのことも考えなきゃいけないと、こんなふうに言われてます。そしてケアの基本はうつ状態の人の心理をまず見極めるってことですね。だから人一倍責任感が強い方が多いです。だから自分で自分を責めちゃうんですね。それから、自分はみんなにね期待されているからけどもできないダメな人間だと、まあ、責任感が強いですからね考えちゃう。そして脳が低下しているので判断力、集中力、コミュニケーションが落ちちゃう、励まされるとね、まあ、期待で答えられてないんでダメだ、いやそこも私そんなことできてませんよってここに言っちゃうんですね、褒められても。そしてお酒は真っ暗としか捉えられなくなる、自分はただただ迷惑かけて、ね、申し訳ないと100倍思っちゃうと。そして日々ね、これになるとねますます体調も崩れてきて悪循環になりますけども何もできない
でね、生活に苦しくなるというように否定的な思考だとか感情がずっとついて、自分ではコントロール不能な状況に陥ってしまうといった状況でありますんでね、じゃあどうケアしたらいいかという、今度じゃあ対応のポイントで、これがうつ状態の人の心理です。で、こちらはですね、一つは専門的なね、カウンセリングを、まあ、必要に応じて受けた方がいいでしょうということ、それから本人の意向を確認ながら相談しながら、加えて焦りからの復帰を急いで失敗しないように気をつけるということで、ただね、一つね、会社に居場所があるんだよ、あるんだよってことを定期的に伝えてあげないと、職場から離れちゃうとね、どん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 不安になりますから、今復帰しても大丈夫だろうかとかね、ということで、あるんだよっていうことをね、定期的に連絡コンタクトを取って伝えてあげるのが重要です。まあね、うちもちょっと私もね、ちょっと退職された社員の中には、これに症状に関係ある社員もいて、あ、もうちょっとで、ね、こまめに声かけてあげればよかったななんてね、後で反省なんかもしたこともあります。まあ、医師から情報を得ながら本人と相談して決めていくということで、ね、で復帰には1ヶ月か3ヶ月、場合によっては半年1年を見てね、あんまり慌てないってことですね。まあ、これはね、当社のコンサルタントやっていただいてる、まあ、カウンセラー、ね、もう何千人も、まあ、悩める人と心の病のことと対峙してきた鈴木正幸さんの研修資料をね、元にちょっと追加して、いくつか追加して確保しました。ということで今日のまとめをしたいと思います。心の病よりはね、少なからずいらっしゃいます。まあ、さっき言ったように、ね、場合によっては 9% なんていうね、ちょっとびっくりして10人に1人弱いらっしゃるようなこともあります。ということを、まあ、自覚することが重要だということですね。ですから、こいつおかしいだろうとかね、やる気がないだろうって、じゃないんです。そういう方いらっしゃるんですね。ですから、まずしっかりとした、私もね、これ勉強になりましたけど、基本知識をね、しっかり覚えた方がいいですね。でその上でどう対処したらいいかってことを、自分だけじゃなくて職場でね、共有化する、まあ、こういう基礎知識をね、持って適切な対処方法をするってことが重要だと思います。そして正しい知識のと、心がね、病が発症しない職場を作りましょうということが重要なんですが、まあ、どっかでね、一回整理したいと思います。海外のね、今文献で、まあ、今ね、戦争で死ぬ数よりも職場、あるいは会社のことで要因で亡くなる方の方が多いなんてね、今研究結果がありますけども、まあ、そういう意味でね、いい職場を作るというのはとても重要ですので、ちょっとね、その中で、もう考えてですね、ちゃんと勉強して、私も含めて対処できればなと思います。こうしたですね、ニュースにまつわることでどうしたらいいかなっていうね、ことに関するコメント、経営学の基本、流用事例等々いろいろお話していきます。ぜひ一緒に学びましょう。よかったらチャンネル登録お願いします。今日もご清聴ありがとうございました。